フィリップ・タイラー・ウィルソンは、アメリカ合衆国バージニア州、リンチバーグ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2010年の MLB ドラフト35巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、この時は入団しなかった。2011年の MLB ドラフト10巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、 プロデビュー。A-9 アバディーンアイアンバーツでもプレーし、2球団合計で8試合に先発登板して、防御率1.9127奪三振の成績を残した。2012年は、A 級デルマーバショアバーズと、A 級フレデリック・キーズでプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して10勝10敗、防御率3.8443奪三振の 成績を残した。2013年は、A 級フレデリックと AA 級、ボーイベイソックスでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して8勝6敗、防御率4.09118奪三振の成績を残した。2014年は、AA 級ボーイとトリプル A 級のウォークタイズでプレーし、2球団合計で28試合に先発登板して14勝8敗。 防御率3.67157奪三振の成績を残した。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年はトリプル A 級のホー,ークで開幕を迎え、5月18日にメジャー初昇格を果たした。5月20日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に登板して2勝2敗、防御率3.5013奪三振の成績を 残した。2016年は先発、またはロングリリーフで投げるなど、いわゆるスイングマンとしての起用が中心だった。この年は24試合に登板して4勝6敗、防御率5.2755奪三振の成績を残した。2017年9月1日にディエフェとなり、5日にマイナー契約に切り替わった。この年は9試合に登板して2勝2敗、 防御率7.049脱三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月5日に久保リーグの LG ツインズと契約した。2018年 LG で26試合に登板9勝防御率3.07。2019年も LG で30試合に登板14勝防御率2.92を記録。 2020年は10勝、防御率4.42と、前年より成績が悪化し、同年限りで自由契約選手となった。肘の故障もあり LG 対談後は引退し、2021年より、故郷のアメリカ合衆国バージニア州の不動産業で、働いている。よく動く速球を軸に請球よく投げて打たせるのが、心情。ありがとうございます。